MHF チャンネルチュクチュク、皆様いつもご視聴ありがとうございます。待望の Apple Music で DJ ができるということで、こちらの解説を行っていきたいと思います。今回 Apple Music に対応しているのが DJ という、DJ アプリだけになってしまうということで、はいはいはい、DJ の使い方の、完全攻略ということの動画をお送りさせていただきたいと思います。予測ではございますが、他の DJ 定番のレコードボックスセラートでも対応していく流れだとは私どもは予測しますが、はい、まあ、今現状使えるのがこの DJ っていうことだけになっておりまして、まあ、いち早くご紹介させていただこうと思っております。基本無料で使えるプランもあるのですが、この DJ というアプリが、有料でないと、これができないとかあれができない制約があったりもしますので、そのご注意ポイントもご紹介してまいりたいと思います。ご注意ポイントや、DJ というアプリの使い方と対応機種、 DJ コントローラー対応機種ですね、そちらの方もご紹介してまいりたいと思います。この DJ というアプリは、まあ、ほぼほぼ、まあ、今その販売されているこういう DJ コントローラー、いろいろこういう操作するものですね、まあ、ほとんどが対応しているんですけど、まあ、一応ちょっと、まあ、微光などあるも機種もありますので、まあ、その辺も解説してまいりたいと思います。あと使い方についてですが、まあ、これは外せない、絶対使うという部分を厳選してご紹介していきたいと思いますので、早く使いたい、時短で把握したいという方にもおすすめの内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まあ、この DJ というアプリはかなり作り込まれておりまして、機能も他の定番ソフトと同じぐらい機能がついておりますので、一応ちょっと よく使うこれも絶対外せない機能っていうところになるべく厳選チェックチェック。こちらのチャンネルを初めて見ていただいた方へ、当店では DJ を中心にドラム、DTM 加え、MPC に関するお役立ち情報を配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューに加えて、初心者の方も楽しく楽器が学べる講座を作っております。DJ であればスクラッチ講座や布施講座ありますので、詳しくは概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。まだ出してないすごいネタも温存しておりますので、はい、ぜひチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。チェックチェック。今日のそのコンテンツでございますが、まずその Apple Music やその DJ、このアプリ側、操作側の料金体系などをご紹介させていただいて、その次に、対応しているコントローラーのご説明と、あと、有償契約しなくても使えるコントローラーというか、まあ、おすすめのコントローラーがございますので、はい、それもご紹介してまいりたいと思います。で、最後に使い方のご紹介、絶対使う部分だけ厳選みたいな感じで、まあ、一応ちょっと触れて軽くはご紹介させていただきたいと思いますので、なるべくもう DJ やったことない初心者っていう方にも分かるように頑張ってご説明してまいりたいと思いますので、ではではいきます。はい、はい、DJ の料金、Apple Music のサブスクの料金、まあ、もうこれはもう皆さんご存知かもしれないですけど、ですね、Apple Music、まあ、大体1ヶ月1,080円、まあ、年間だと、まあ1,800円という安いプランもあるようで、まあ、あとファミリープランとかで、まあ、みんなのシェアプランとか学生さんとかは結構安い感じで、そうですね、だいぶ半額ぐらいの値段になってますね。もうこの1,680円、これ、ああもう580円、もう激安でございますね。まあ、あと曲の方も、まあ、何万曲みたいな感じ、1億曲ぐらいなかったっすね、ミュージックって。とりあえずものすごい膨大な曲で、まあ、ほぼこの Apple Music でない曲はないという状況ではあると思いますので、DJ さんにとってこれは強い味方っていう状況にはなると思います。それでもう一つ肝心のこの DJ のこの DJ アプリ、ちょっとややこしいんですけど、はいはい、DJ という名前の DJ アプリなんですけど、でこちらがですね、コントローラーを使う場合は基本有償でご契約が必要と、サブスクの契約が必要、そうですね、っていうことになってしまうので、はい、そこはご注意いただいてという形で、で、ちょっと後に紹介しますんですけど、これサブスクの契約が必要がないこのサブスクの料金入りも契約しなくてもいいコントローラーっていうものがございますので、はい、ライセンスが含まれているコントローラーっていうのが、はい、
あります。まあ、まあ、これなんですけど、一応、まあ、他にも、はい、まあ、他にもございますので、それもご紹介してまいりたいと思います。ですね、この DJ っていうのがですね、ちょっとホームページに対応コントローラーって書いてあるんですけど、まあ、かなりいろんな種類、すごい多いですね、ほぼほぼの種類は対応、まあ、既存で売られてるものはほぼ対応してますと。はい、で使えない部分が、まあ、ちょっとここの LED とかここのボタンだけ動作しないとか、まあ、そういう尾行が記載されておりますので、まあ、ほぼほぼそういう記号がついたモデルっていうのはもう少ない状況でございます。あとですね、この DJ のお話になると、この DVS っていうものが使えて、ちょっと初心者のことは何言ってんだって話かもしれないんですけど、ディスクビニールバイナル、デジタルバイナルコントロール、あ、ごめんなさい、デジタルバイナルコントロールというものがあって、はい、ターンテーブルと、あとガチのスクラッチミキサーっていうところも、もう超本格的なものまで対応できる、すごい DJ アプリでございます。ですね、あと、まあ、スマホセッティングっていうところでご紹介させていただいた、まあ、一番人気のコントローラーっていうものがここにあるんですけど、はいはい、こちらも DJ に対応しております。でもこちらだとライセンスが入っていないので、別途必要になってしまうということはありますが、とりあえず、そちらの動画もセッティング方法とか、フレックス方法でスマホでやるっていう部分は同じでございますので、そちらの動画もぜひチェックしていただきますと幸いでございます、はい、よろしくお願いします。一応この DJ の、その、アルゴリズム社で、このタブで選択して、これ Mac とか Windows とか、まあ、iOS、まあ、iPhone ですね、Android 対応している機種とか対応している OS っていうのを一覧でございますので、はいはいはい、でこれをチェックしていただいて、自分の該当の お手持ちいい機材が使えるかどうかっていうのを確認していただけると、はい、お手持ちなものでチェックしていただくという流れで、はい、まあ、ほとんど、まあ パイオニアが最大手になるんですけど、パイオニア DJ というブランドが、まあ、そうですよ、で、まあ、そこのはほぼほぼ対応してますし、まあ、次に、最大手と呼ばれているところが、インミュージックさんが出されるヌマークとか、はい、レーンとか、デノン DJ とか、まあ、はいはい、まあ、それもほぼほぼ対応しておりますし、今回ご紹介させていただくこのリループっていうところも対応いたしますし、はいはい、あともう一つ、そのハーキュリスっていうフランスのブランド、そちらも対応しておりますし、まあ、ほぼほぼ世に出ているものはほぼ対応してるんではなかろうかという状況でございます。なので、まあ、DJ 使う場合はこの辺はご安心ください。まあ、料金の、そのかかるかからないサブス契約がいるかいらないか、そういった部分が一番危ないポイントでございますので、 そうですね、その辺ちょっとご注意していただいてという感じですね。はい、それでですね、使い方の部分に行ってまいりたいと思います。はい、基本的にこの DJ アプリで、無料のバージョン、無償で使えるプランっていうのがもちろんありまして、それだとこのスマホで触れるんですけど、スマホで触るとですね、まあ、こういう素早いプレイ、こうやって素早く動かせる、これスクラッチプレイとか、はいはいはい、そういったものは非常に困難となりますので、一応そのスマホの扱い方の DJ で使い方っていうよりは、まあ、このコントローラーので使い方っていうところでご説明してまいりたいと思います。はいはい、まずですね、こちらでご紹介させていただきますと、このリループのものでご紹介させていただきますと、この電源、このコントローラー用の電源の USB っていうところ、そこで電源供給をするという流れでございます。でよくある AC アダプター USB 充電器を挿してここにつないで、でそれでお手持ちの iPhone の充電ケーブル、一応ですね、単にその100均さんとか、はい、ああいうところの充電だけ使えるタイプのものだとほぼ使えないので、データ通信ができるタイプの、はい、認証付きの iPhone だと認証付きのもの、あとはその Android であればデータ通信とか記載があるもの、はい、それをご使用していただいて、この、タイプ A タイプ A から C か、はい、まあ、A からライトニングっていう景色の、はいはい、っていう感じでそこに接続してもらって、これで、今だと iPhone なんで、それでつないでいただくと。でもしむちゃくちゃ最新機種の iPhone であれば、
ここのそのタイプ C のもので、ね、はい、やっていただいても動作可能でございますと。で、まあ、そこのご注意ポイントと、まあ、それで接続っていうところと、あとこの DJ の場合は、DJ、あのアプリのことではなくてこの DJ でプレイする場合っていうところは、はい、ここに今赤白のケーブルが刺さってるんですけど、このスピーカーに接続するっていうことが必要になりますので、ここにスピーカーを接続していただくと、アウトプットとかっていうところですね、レックアウトとかマスターアウトっていう、はいはい、まあ、各社名前が違うんですけど、そこにスピーカーを接続していただいて、まあ、あと適切な音量でやっていただくという流れで、もう1点、あのイヤホン、ヘッドホンで、まあ、ちょっと今回あのヘッドホンは割愛させていただくんですけど、まあ、ヘッドホンが必ず必要になってまいります。そうですね、まあ、ヘッドホンがなぜ必要かっていうと、まあ、基本 DJ っていうのはお客さんの前でやるっていうことを前提にやりますので、もう外に流す音と次準備する曲っていうのがありますので、準備してるっていうところはもうヘッドホンで、あのお客さんに聞こえない形でモニターするっていう役割がございますので、はい、なのでこの丸いのが2つついてるっていうのは、今これお客さんで流れてる音、次準備してる音みたいなことで、これで2つデッキがあるという感じでございます。はい、はい、早速ではございますが、まあ、これセットアップ完了いたしましたら、次にですね、曲をいよいよロードしてまいりたいと思います。まあ、このロード、まあ、これコントローラーのつまみを使って、つまみがどんなコントローラーも大概ついてますので、そこで選んでもいいですし、コロコロすると曲がこれで選んで、これちょっと動くんですけど、これで選んでもいいですし、あとこのタップして選んでいただくっていうことももちろん可能でございます。はい、で、ここにソースというところがありまして、はいはいはい、この Apple Music、Apple Music、はい、あとは、DJ Music っていうのは、既存のその曲、まあ、お持ちのその MP3 とか WAV ファイルとか、むちゃくちゃ音がいいとか、どっかでダウンロードした音源とか CD をリッピングしたものとか、そういったそのオリジナルの自分の音源を使う場合は、この DJ ミュージックっていうところで DJ のライブラリを使ってつな、はいはいはい、使うってことも可能でございます。もうファイルでお持ちとかっていう方にももちろん対応しておりますし、まあ、このアメリカでしか使っ、サービス開始されてないタイダルっていうものも使えますし、あとサウンドクラウド、ビートポート、ビートソースで、まあ、この辺だとやっぱりちょっとお手軽じゃないというか、まあ、いろんな曲不足だったっていうことがちょっと否めなかったので、もう、なんか日本人向けの曲っていうのがなかなかちょっと難しいところではあったので、はい、そうですね、お問い合わせにお問い合わせにお問い合わせをいただいておりまして、はい、いつもごめんなさいごめんなさいってお話をさせていただいていたのが Apple Music 対応で不可ですと、はい、いよいよ対応いたしましたと、ようやくですね、はい、それで声も高々に今ご紹介させていただいているこの経緯にございます。はい、で、まあ、これで Apple Music を選択していただいて、もしプレイリストをご自身で作っているものがありましたら、まあ、そのプレイリストでご選択いただいて曲も選定できますし、あとこの検索で、ご自身で欲しい曲を選択していただいて、それで曲を選んだら選択してこのままダブルタップしていただければ、ロードしますし、この選択した状態でこのロードっていうことをしていただいても、使える状態でございます。はい、はい、でそうするとですね、曲が解析されてこの BPM とかっていうものが表示されて、はいはい、まあ、テンポですね、曲のテンポとか、曲の情報っていうのをコンピューターで解析するんですよね。でそれで、DJ に使いやすくする情報をもうこのスマホで解析するとっていう感じでございます。はい、でちょっとそれなのでちょっと時間が多少最初のロードにはちょっとお時間を要するので、そこは故障ではないでございますので、はい、安心して、でそれでロードが完了したらいよいよこのプレイボタンでプレイという流れでございます。このまあスマホの画面でもプレイあるんですけど、こんな感じで曲がいよいよ流れまして、で一応その DJ、まあ、普通は DJ コントローラーには
まあ、音量をコントロールする機能がもちろんあるんですけど、ゲインというと、まあこちらでも音量触れるんですけど、やっぱりあの曲それぞれその音量が違う場合がございますので、そこを補うために、ゲインというものがもちろんゲインというものがあるんですけど、ちょっとこれは DJ っていうのはそのオートゲインっていうところで音量を自動的に調整する機能がございますので、はいはいはい、そこはないという感じでございます、まあ、はい、コントローラーの機能としてはないってことですね、はい、それでこれがプレイボタン で次に DJ で重要になってくる今押したこの Q ボタン、はい、これ頭出しのそのボタンですねで、これもうオート Q で自動でいい感じのところに頭出し設定されてるんですけど、これはもうご自身でやっぱここがいいっていうところでこのように押すと設定を、はい、設定が変わって、はい、ご自身のところで変えますと。これがまあメモリー Q と呼ばれるもので、あともう一つ Q っていうのがホット Q というものが存在しております、はいはいはい、ホット Q っていうのも結構 DJ ではよく使うものでございますので、でこのモードっていうものを押して、このホット Q のところで、選択可能でございますという感じです、はい、それでこのメモリー Q ってものはもう曲が止まって、その位置で、待機するというもので、はいはい、ホット Q っていうのはもう押した途端もうすぐ再生とっていうものですね。まあ、でもこれプレイボタンをプレイボタンを停止している状態だとっていう感じで使うというものでございます。はい。で、その次ですね、シンク機能っていうので、これ、まあ、DJ はちょっとあの昔、創世記ではやっぱこのピッチフェーダーによってスピードをあの人間の手によって、まあ、合わせてあの綺麗にミックスをするという作業があったんですけど、今あの先ほどのその解析ってお話ししたんですけど、テンポを自動解析するので、これでこう合わせてくれる。でこのシンクっていうものを押してしまうとこの BPM が連動して、まあ、ここちょっと違ってたのがあの同じになるという、ちょっと曲変えます。曲をちょっと違うのにして、あ、これあちょっとシンク入ってるから、まあ、例えばこの曲が BPM が違うという場合でも、このシンクボタンを押すことによってすぐ128という感じで、はいはい、テンポを揃えてくれますと。でテンポを合わせることによって今ピンってこのちょうどいい位置に、はいはいはい、ちゃんと合わせてくれると。それであとはこのフェーダーでという感じで、ちょっとこれ音量大きいですね、はい、っていう感じで、お手軽にミックスができてしまうと。で当時はこの技術だけですごい難しいとされてたんですけど、はいはいはい、今そのコンピューターの手によって簡単にできますよと。まあ、でもその代わり他に難しいテクニックもいろいろありますが、まあ、あの詳しくはあの DJ 講座とかそういうのを見ていただきました。他のテクニックなどは今回ここは割愛させていただいて、でそれで今ちょっとフェーダーをこのミキサー部分っていうんですけど、ちょっとここに触れたんですけど、これで曲を切り替えると、はいはいはい、こっちでさって切り替えることもできる。素早く切り替える場合はこのクロスフェーダーっていうのを用いまして、次あの、まあ、繊細にちょっとさっきミックスするときゆっくりもう曲がもう分からない、次の曲につながったか分からないようなそのつなぎをミックスをするっていう場合はこのチャンネルフェーダー、縦フェーダーというものを使っていきます。はい。でさらに、もうちょっとミックスにおいて違和感をなくすっていうところでこのイコライザーっていうのがついておりますので、はい、でこれはなんていう、まあ、どんなものかと申しますとですね、低音抜いたりとか高音抜いて、これでぶつかる音をなくしてミックスの違和感をなくすよっていうものです。あとこのエフェクターで繋いだりとかそういったことをしてまいります。でこれ、各チャンネル同じ機能がついております。ちょっと複雑に見えて怖いなと思われるかもしれないですけど、まあ、左右同じですかね。これは、はい、同じあのミラーリングして同じものがついてるだけでございますので、はい、
で本当はこれヘッドホンで聞いてやるんですけど、ヘッドホンの選択ボタンっていうのがここにありますので、今じゃあもうこっちの曲からこっちに流れればこっちをモニターしたいわけなので、そういった場合はこっちのヘッドホンボタンを選択してやっていただくとっていう流れで、ミックスの状態ヘッドホンで確認したいっていう場合はこれ両方した両方すっていうことでミックスの状態確認、はいはい、あとスプリット混ざり具合というか、はい、スプリットキューっていうものがついておりますので、これでヘッドホンで混ざり具合とかここのノブで調整できたりもしますので、まあ、これはまあほとんどの DJ コントローラーで基本的にはついている機能でございます。はい、であとですね、このシンク機能を今ご紹介させていただいたんですけど、これうまく 100% 解析されることが 100% ではないので、はい、曲の解析でちょっとコンピューターがミスってる場合がございますので、まあ、その場合は、ですね、このグリッド、ここの画面の、この角の方を押してもらって、この左からこの2番目のここを押してもらうと、そのグリッドをいろいろ調査できます。調整、はい、調整ができる。ずれたところ調整できるっていう機能がございますので、そこで調整して直すという流れで、まあ、聞いて、はい、拍数ずれてんなと思って、はい、拍がずれてんなと思ったらそこに合わせる。まあ、大体1拍目でこのメインのグリッドが来るように直せば大概直るんですけど、はいはい、ちょっとここについては、ものすごく長くなりますので、割愛させていただきます。天候とずれてたりとかしたらもうたまらないことですか。はい、当社の動画でもご紹介させていただいておりますし、当社で、DJ コントローラーをご購入いただけますと、教則がついておりますので、そちらでも詳しく解説させていただいておりますのでご安心ください。はい、はい、ですね、次、一応これピッチ調整っていうのがついて、先ほどお話しさせていただいたんですけど、このシンクボタンでピッて合わすことももちろんできるんですけど、ここの手動で練習すると、はい、修行するということももちろん可能になっておりますので、まあ、あとこのピッチフェーダー、この最近の使い方だと音程が変わるんでっていう使い方とかも一応できますので、はいはい、まあ、一応これもついてますよと、まあ、大抵のコントロールはついてます。まあ、そうですね。で、あとこのピッチの状態を、これ多分今プラスマイナスその上限が変えられるとっていうところがございますので、はい、この設定画面において、ですね、このピッチのところ、ピッチ、あれ、ここにあったかな、あ、すいません、この設定の一般のところにこれ 16% って書いてあるんですけど、あ、はいはい、まあ、これを 75% で、ちなみにちょっと一番早くさせてもらうとですね、この最大がこの 76% っていうことになりますので、ちょっと聞いてもらうと、さっきより、まあ、とんでもなく速くなってる、とんでもなく遅くなってる。まあ、パフォーマンス使う場合だと、まあ、ちょっとこういう感じでも使えますし、まあ、今ちょっと設定画面ご覧いただきましたが、なんとですね、もうこの設定画面がもうものすごくもうガチガチのプロ仕様でございましてですね、ものすごい細かいところまで設定可能になっております。はい、このメインボリュームもここで触りますし、さっきのヘッドホンボリュームもここで、まあ、もちろんコントローラーで物理的に触る、コントローラーをつなぎの場合物理的に触るっていうことももちろん可能でございますが、まあ、あとこのオーディオデバイスとか、まあ、iPhone でも出力するモニターを出力するとか、そういう細かいものも対応しております。ちょっとこの辺はまあめったに使わないと思いますし、まあ、本当に触ってってそのうち慣れてきたらいろいろいじってもいいんじゃないっていう、まあ、必要になんかもう配信でこうしたくてああしたくてとか、特殊な事例でも対応できますよというものでございますので、であとですね、まあ、一番その使えそうなのが、まあ、この一般っていうところを、まあ、再生を開始するとか、まあ、この辺デフォルトのままでも全然使えるものでございますので、まあ、この辺は、まあ、デフォルトのままでご使用いただいて問題ないと思います。はい、この同期タイプも BPM とビート、まあ、これが一番無難であると思いますので、まあ、こちらで問題ないと思います。はい、でさっきのテンポっていうところですね。はい、であとこの再生のそのこの今ピューンっていう風で止めるときに、あ、止まるか、まあ、レコードのそのターンテーブルみたいな挙動っていうのは
ここで調整できますよと。パッと止まるか、はい、ゆっくり止まるかみたいな、ね、そうですね。であとクロスフェーダーと連動して自動でできるこのクロスフェーダー FX とか、はいはい、まあそういったものもございますので、これフレックス4とかでもついてる機能になるものが、はい、こちらにもついて、まあレコードボックスですね、厳密に、はい、まあもうあんまり変わりなくいいものがついてますよという感じでございますね。であと、まあ、一番よく使うところがこの設定のこのサウンドの項目のこのクロスフェーダーカーブ、めちゃくちゃ、はい、今もうちょっと動かしてこれがスクラッチモードで、このカットっていうのがスクラッチモードでございます、はい、でまあこれこんなにちょっといろいろあるんですけど、これがゆっくりついてっていう感じの、まあこれはこれちょっとゆっくりすぎるっていうのと、はいはいはい、まあ、これもなだらかな、はいはい、でデフォルトは真ん中あたりについてる、そうです、上がってくる真ん中がボンって、あ、この辺はお好みで使っていただいてっていうところで、まあ EQ タイプっていうのももうクラシックっていうところで、まあアイソレーターってやつだともう低音が完全に切れるとか、はいはいはい、そういうものになりますね。まあこの辺もまあデフォルトで使っていただいて問題ないかなと。まあ、このオートゲインっていうのがないと大抵ゲインのやつがないので、これはチェック入れといてくださいと。まあでもデフォルトで入ってますんで、まあほとんどこのデフォルトのままで十分ではなかろう、十分であると。もうこの辺はい全部一応確認させてもらったんですけど、まあほぼほぼそんなに注意事項としたら、まあやっぱりあのフェーダーカーブのところがちょっとどうなんだっていうところが一番迷われるポイントに、コントローラーの故障かと勘違いする人もいるので、はい、あのそうですね、うん、でまあそこのところでございますね。はい、詳細な設定画面のご紹介をさせていただきました。あとですね、この画面を変えられると。でこれ今ハードウェアモード、このコントローラーにマッチした、画面っていうものが存在しておりまして、はいはい、今そのモードにさせてもらってます。まあ、あとちょっともうちょっと分かりやすいのはこのシンプルな画面とか、オートミックスっていうのがあって、まあまあ、バーとかお店、飲食店さんとかやられてる方とかだと自動でいろいろやってくれる、はい、自動で DJ がもう DJ が自動でできるというモードもございますし、はい、あとまあこれ DJ っていうのが結構歴史が深いんですけど、そのクラシックモードっていうのはもう昔ながらの昔の、はいはいはい、まあ、このターンテーブルのスタイルのこのあれも画面もございますし、このプロっていうモードがもう DJ のフル機能が前面に画面に出るよというモードでございます。はい、今回この2つで、ハードウェアモードとプロモードっていうもの、あとルーパーとか、まあ本当にあの DJ とかで使わない機能というか、ちょっと違うものに特化したモードっていうのももちろんありましてですね、はいはいはい、あと4デッキ、まあ、4つ一気に使うことができるっていう、そうですね、結構上級者のプレイでも可能なそのモードが、あと VJ さんとかもできるように、ビデオも扱えるように、はい、そういう風でこんな感じで、はいはい、っていうところとか、まあ本当にすごい機能が目白押しでございます、はい、ここがちょっと、まあ、難しい部分というか、まあ、初心者の方にはちょっと大変かなっていう部分であるんですけど、一応その画面上で操作しないといけないコントローラーが多くてですね、もう少し高いコントローラーになると多分もうショートカットボタンがたくさんついてくると思うんですけど、基本その画面のデッキ側のこの辺を画面上で操作しないといけないコントローラーが多くてですね、もう少し高いコントローラーになると多分もうショートカットボタンがたくさんついてくると思うんですけど、基本その画面のデッキ側のこの辺をタッチしてもらって、それでエフェクトの選択とかができますよというところですね。ちょっとじゃあエフェクトっていうのがこちらのパドルのタイプでできると、エフェクトの FX っていうところを選択してもらって、この指導っていうところを出すとエフェクトが、はい、選択できます。このようにでシフトをしながらこれで選択して使うと、このエフェクトのそのかかり具合っていうのをここでして、オンとオフをここでするっていう感じで使えますよという感じです。もうもちろんここのボタンを使わなくても、例えばそのエフェクトついてないっていう今多分ないと思いますけど、もしこの手動でこっちで、はい、iPhone の画面上、スマホの画面上でこうやって使えたりもすると、もう素晴らしい感じでございます。はい。はい、で、そしてですね、
まあ、ちょっとこれ今 Apple Music で使ってるんで使えないんですけど、ニューラルミックスっていうものがございましてですね、はい、あのボーカルだけ出したりとか、あの抽出する機能、今話題の、パイオニアさんとかセラートリーステムス機能ステムス、はいはい、その機能も備わっております。でもちょっとご注意があるのがサブスクのものはちょっと権利上で使えないっていう感じでございますので、まあ、ローカルファイル、はい、もうこれで、Apple Music がストリーミング中に、ニューラルミックスを使用することができませんと、ライセンスの条件のためこの機能を現在このストリーミングプラットフォームで利用できませんと、まあ、なんであの自分であのちゃんとファイル管理した音源を使うとそれが使えるということですね、はい、あのやっぱり一応ちょっと著作権の関係上、まあ、ちょっといろいろ編曲したりとかそういったものは著作権に関わるという問題ではあると思いますので、まあ、ちょっとこれが使えないのはちょっと残念かなというところでございますね。で、あと、サンプラーとかループとかそういったところがこの辺で、あとはこの EQ、詳細な EQ っていうのが、ローとハイしか使えないんですけど、このコントローラーとかだと、まあまあ、ここでミッドも使えるようになりますよという感じですね。ここの画面でどう増やしたりとか減らしたりとか、これでいろいろ微調節ができますよ。魔法の画面でもできますよという感じでございます。あとですね、この、まあ、よく DJ で使うのがこのループ機能ですね。このリループのコントローラーになりますと、このループのショートカットボタンが、はい、こちらについておりますので、これで今2拍のループで、っていう感じでよく DJ で使うっていうものがここにある。もちろんここの、スマホのところでここで触っても、っていう感じで使うことも可能になっております。はい。あとですね、DJ でよく使うっていう機能がですね、このサンプラーですね。もうデフォルトでいい感じの音が入っております。このドラムを打ち込んだりとか、はい、まあ一番使うのこのホーンだと思いますので、このホーンも一番使うやつ入っております。はい。ここの画面をタップしていただいても使えますし、あとこのモードで、モードを押しながらサンプラーちょっと。これか、それを選んだ状態だったらもう次表示されるやつ違う、こういう感じでパッドで使うっていうことももちろん可能になっておりますので、まあ対応しているコントローラーが多いでございますので、まあコントローラーごとにちょっと文字見ながらっていうことになってしまうかもしれないですけど、まあ一応ですね、ちょっとまあ機能をルーパーですね、オートループですね。でさっきここのボタンでやったんでパッドでももちろん可能ですよ。であとエフェクト、さっきパドルでもできますけど、はい、このパッドでも、まあ、パッドでもうパッと簡単なエフェクト感じたいな、そうですね、あとこのスライサーですね、うん、これダブルでかけることができます、はい、これバウンスルーツ、うん、多分クリックルーツってもらえたテンポを下取りやるやつ、まあ、あんまかけすぎにご注意ください、はい、うるさくなりそう、あれ、あ、これニューラルミックスだ、あ、ちょっとこれは使えない、はい、まあ、あと、もう一つここにいるかなと思って、ほんとダメだよ、そうです、もう元の音源とかが入っててそれが使えるっていう感じですね、はい、これを
消せないかな。消せますけど、ちょっと待たなきゃいけないんですよ。あ、これ音が終わるまで待たないといけない。あ、いや、鳴ってる時に押すとちょっと最後に1回鳴って終わるみたいな感じですね。っていう感じの挙動でございます。はい、まあちょっと以上になりまして駆け足でございますが、ご紹介、まあ駆け足となりましたが、ご紹介以上でございます。これだとライセンスが入ってものすごくお買い得になっておりますので、すごいコンパクトです。激軽でしっかり作られておりまして、このジョグもすごく軽い感じでございます。たまにちょっと硬い重いやつとかもございますので、まあ、このサイズでこれっていうのは素晴らしいのではないでしょうかと、当社でもお安く販売させていただいておりますので、ぜひぜひこちらのご検討もよろしくお願いいたします。お願いいたします。あと中古でですね、こちらのビートパッドという上の機種がございましてですね、リループの、それももうちょっと動画を上げることでなくなってるかもしれないんですけど、はい、バック付きで大変にお買い得になっておりましたので、そちらもぜひご検討いただけましたらという感じで、あと、まあ、やはりこちらのフレックス4っていうところの方がやっぱボタンも操作も大きいですし、これでも扱いやすいですよと、こちらもおすすめになっておりますし、あと上位機種フレックス6とかだって4デッキとか使えたりとか、もっと DJ の機能を甘くすことなく使えるものっていうのももちろん存在しておりますので、はい、まあ、ちょっと需要があればコメントをいただけましたら、そういった動画もちょっと作らさせていただければなと思いますが、はい、そういったコントローラーを使って DJ をやってみるっていう、そうですね、はい、あのコメントいただけないとなかなかちょっとあの見てもらえないとちょっと寂しいところがございますのでなんかその情報をいただけますとすごいありがたいでございます。こういうのやってほしいっていうのがあると、あ、はい、非常にこちらも助かるので、ぜひぜひ、はい、そういう感じだとすごいありがたいでございます。コメント欄のぜひご参加もよろしくお願いいたします。まあ、あのこんな感じでみんなの知りたい情報をより良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をお届けできるように頑張っております。ぜひぜひいいねボタン、コメント参加、コメントのご参加、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、旧ツイッターですね、旧ツイッター、はい、X、まあ、Facebook、Instagram、最近 TikTok なんかもやっております。機材のメンテナンス方法とか、まあ普段、まあ、普段みんなが、ちょっと気になる情報とかお役立ち情報なども配信しており、もちろんセール情報とかお買い得になりましたっていうものとかも、新製品これめっちゃいいですっていうのも、配信しておりますので、ちょっと動画だとやっぱり作るのにすいません、どうしても時間がかかって調べて完璧なものをちょっと、YouTube でアップロードさせていただいておりますので、まあ、ちょっと素早い入手っていうものはその辺の SNS をフォローしていただけますと幸いでございます。あとショート動画なんかも、まあ、細かいプチ情報っていうのも最近配信するようにしておりますので、ぜひTikTok とかInstagram のフォローもしていただけますと幸いでございます。はい、あとですね、 LINE の公式アカウントでは、まあ、皆様のスタートアップのご支援ということでささやかながらクーポンも配布しておりますので、はい、ぜひそちらもご活用して、音楽ライフの糧にしていただけますと幸いでございます。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回動画よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。